ごめん。はい。あなたが浮世さん。はい。これを。あなたのお兄さん、真島五郎八のものです。これを届けるために。武蔵ちゃんよ、わしゃもうダメかもしれん。もう少しだ。気をしっかり持て。さあ、やっと来たぞ。あんたが言ってた橋ってのはこれだな。ああ、ここを越えれば近江の国だ。さあ行こう。ちょっと待ってくれ。どうしたんだ。これを持っててほしいんや。もしもの時のためや。もしわしが死んだら、この刀を妹に。え？売れば結構な値になるはずや。今のわしにできることはこれくらいや。何を言ってるんだ。冗談やない。わしはもう刀は握れん。なあ武蔵ちゃん。なんだ。あんたこれからどないするんや。わしらは罠にはめられた。もう逃げ場もない。それでもあんた剣の道を目指すんか。いたぞ。もうダメや。大丈夫だ。お前はここで待っててくれ。何言うてんねん。もうわしら逃げることなんかできんねや。そんなことはない。大丈夫だ。俺に任せろ。Thank you.
お兄さんは最後まで勇敢でした。あなたの言いたいことはそれだけ？え？その刀は受け取れないわ。私にはどうでもいいことだから。なんか悪かったわね、こんな反応しかできなくて。どうしてどうでもいいなんて言うんだ。あの人は私の本当の兄じゃないから。え？私はね、あの人に拾われたのよ。すべてを失った後にね。すべてを失った後？どういうことだ？あなたには関係ないことよ。それより、その格好なんとかしたら。ん？何があったのかは知らないけど、そんな格好でこの辺歩いてたら村のみんなが怖がってしまうわ。湯を沸かしてあげるから入って。すまない。それでお湯を浴びて体をきれいにしたら、申し訳ないけどこの村から出てって。でも俺はあんたに真島さんの刀を受け取ってもらうまでは。その話はしないで。いいから早く入ってよ。わかった。出てきたのね。ご飯用意できてるから。ああ。
じゃあ食べましょうか。いや、それよりも刀のことだが。いい加減にして。刀の話するならすぐに出て行ってもらうわよ。いいから早く食べましょう。あの、ん？何？どうしてこんな振る舞いを？どうしてだろう。え？自分でもよくわからない。でも多分真島が死んだって聞いて安心したからかしら。安心？いや違うかも。ん？これで本当に私は一人ぼっちになっちゃったんだなと思って。あんたさっき真島は本当の兄じゃないと言っていたが、どういう関係だったんだ？よかったら教えてもらえないか。うん。真島はね、私のお父さんを殺した男なの。え？殺した？そう。でもね、別に何か恨みがあったとかそういうのじゃないの。果たし合いの末にってやつ。つまり真剣で勝負をしたと。うん。お父さんはね、神月の国の桐生って町の道場で剣を教える剣士だったのよ。剣士？でも剣士って言ってもどこかのお武家さんに仕えていたわけでもなくてね。母は物心ついた頃に亡くなってたから、私たちは親子三人でつつましく生活していたの。三人？うん。私と父と姉のアゲハ三人。決して裕福ではなかったけど、家庭思いでいいお父さんだった。じゃあなんであんたの父親は真島と勝負を？さあ、でもお父さんはこの勝負からは逃げられないって言ってたわ。私と姉には理解できなかったけど。逃げられない？後で真島から聞いて知ったんだけど、お父さんは昔は有名なお侍様だったみたい。それで真島は試合を申し込みに。じゃあその勝負が原因であんたの父親は死んだのか？そう。お父さんは私たちの目の前であの人と戦って死んだ。目の前でか。その後、父を失った私と姉は桐生を出て方々を転々とした。その姉さん、アゲハさんはどうしたんだ？もしかして亡くなったのか？うん。姉さんは貧しさから私を救うために売られていったわ。売られていった？うん、遊郭に。私は姉さんが残してくれたお金を持って一人で生きていかなければならなくなった。そんな時偶然あの人に会ったの。それで真島はあんたを妹として養おうと？うん。多分あの人なりの罪滅ぼしだったんだと思う。私にしたら父の敵と暮らすなんて思いもしなかったんだけどね。そんなことが。だからね、あなたから真島が死んだって聞いた時、なんか今までの心の使いが取れたような気がした。でも同時に寂しさも覚えたってわけか。
ごめんね、辛気臭い話になっちゃって。いや、いいんだ。どうした？お酒取ってくるね。なんかこんな日はお酒でも飲みたい気分だから。あなたも一杯やるでしょ？あ、いや俺は。どうしたんだ？どちら様ですか？こやつが真島五郎八か？違います。この方は隣村のお若い方で。うるさい、どけ。真島五郎八にしては若いな。お主、名を何と申す？さあな。さあだと？正直に言わねば、その首がなくなることになるぞ。さあ言わぬか。どうしても知りたいなら、丸目にでも聞いてみたらどうだ。何？貴様、今何と言った？まさか貴様、宮本武蔵か？そうだ、お前らが追いかけている真島の相棒、宮本武蔵だ。なぜ武蔵がここに？お前の兄さんの剣、少し借りるぞ。宮本武蔵ならば同じく殺すのみだ。死ねえ！そいや！いい度胸だな、若造が。この刀は俺の親友だった奴のものだ。そいつの許しがない限り、この刀で殺しはできない。な、真島はもう人を斬ることから身を引こうとしていた。もう逃げることはできんぞ。やはり真島の言った通りだ。え？剣の道を生きるのは哀れなことなのかもしれない。
俺は剣を捨てる。剣を捨ててお前を守る。え？俺と真島は追われてる。いずれまた追っ手が来るはずだ。だから俺はここでお前を守り続ける。お前が許してくれるなら。寂しい思いはさせない。